わしが天下御免の歌舞伎者前田慶一、こたびは皆々に伝令がござる。いつもの歴史文化や大河ドラマの解説ではなく、常のわしの戦についての情報を共有していきたい次第じゃ。ゆえに最後まで見て、ぜひわしのことを応援のほどよろしゅうお頼み申す。こたびの伝令の内容は、名古屋の町400年の歴史を歩こう、前田慶一の戦国講演会と街歩きツアー、来る5月27日、28日、29日の3日間歴史講演会と街歩きツアーを開催する運びとなった。昨今の情勢を見て流行り病も落ち着いてまいったということで、無事に皆々と共に楽しむ催しが開催することとなったわけじゃ。嬉しい限り。そして何よりこの開催に至ってはわしの秘めたる思いもあるで、最後まで聞いてもらいたいんじゃけれども、まずはこの開催にかけての詳細な内容を伝えてまいりたい次第じゃ。歴史文化が好きなもの、大河ドラマが好きなもの、観光が好きなもの、名古屋が好きなもの、皆が楽しめる内容の講演会と街歩きツアーを届けてまいる。またわし前田慶一は名古屋城検定名誉顧問、日本城郭検定準一級を持っておって、この周知戦も行っとる次第じゃ。故にお城好きの者たちには必見の内容と相なってる。名古屋城の三の丸についても詳しく話をしていく次第じゃ。内容は名古屋駅すぐ近くの円堂寺商店街、最古の商店街を集合地といたして、ここから東に歩みを進めて名古屋城に向かっていく、それまでの道中の歴史の案内をしていくわけなんじゃ。実際にでは27日、こちらの講演会は予習となっており、街歩きツアーの予習の内容なんじゃが、街歩きツアー以上のことを教えていく。名古屋のことについて、歴史のことについて深く話をしていく。こちらの開催でござるけれども、5月の27日19時から20時の1時間の内容なんじゃけれども、参陣野戦は1000円と相なっておる。そしてチケットの販売日でござるが、4月29日の20時、つまり今日の20時から販売となっておって、5月24日まで発売日となっている。約1ヶ月間ござるけれども、別にまだ良いかなと思っとる。そこの主、できるだけ早く手にしてもらいたい次第じゃ。忘れてしまって買うのを忘れるものおるからな、ここは気をつけてもらいたい。この講演会を踏まえて、28、29日に街歩きツアーを行ってまいる。こちらなんと1日3回行ってまいる。つまり、計6回ツアーを行っていくわけなんじゃな。1回目が10時から、2回目が1時から、3回目が3時半から行ってまいる。内容は先ほど申した通り、遠藤寺から名古屋城までの道のりの道中で案内をしていく。かつて名古屋の街の遺構として残っておるもの、古き建物であったり、様々な観光視点でも楽しめる内容、そして歴史的に大切なものを教えていく内容、両方踏まえておる。また街歩きツアーということで、箇所箇所巡っていく。その都度で写真を撮れる場所があれば、わしの方が案内もするということで、貴重な写真を撮ることもできます。ツアーの最後にはわしと一緒に写真も写すことができるということで、かなりお得な内容。またさらにすごいのが何かと申すと、特注のしおりがついてくる。わしが作った特注のしおり、いわゆるパンフレットみたいなものが手に入るということで、こちらお値段なんと2000円で提供いたしておる。街歩き一緒に歩みながら、それを景観も楽しみながら、わしの特注のしおりも手に入れて、知識も深めて楽しむことができる。これがなんとお得の2000円ということで、この機を逃すでないということを伝えてまいりたい。そしてこちらのチケット販売は4月29日の20時から、つまり今日の20時から、オンライン講演会も街歩きツアーも今日の20時から発売したから、チケットの方でござるけども、概要欄の方に詳細を載せておくで、そちらから飛んで、ぜひとも手にしてもらいたい次第じゃ。ただこちらの街歩きツアーは、5月の20日までが発売日となっておって、講演会よりも短いゆえに、できるだけ今のうちに予定を確保して参陣してもらいたい次第じゃ。おっと、ケイ様、1回ではなく複数回参加したいというものもおるであろうの。よくわかる。確かに私はできるだけ各回ごとに話の内容もちょっとは変えていきたいなと思うとりもうせな。まあ、そこは時間と
財布の方を相談して参陣してもらいたい次第じゃ。そしてわしの秘めたる思いとしては、こたび我々名古屋おもてなし武将隊は結成13年を迎える年の中で、名古屋城ツアーというものはたびたび行ってまいった。これは旅行会社殿と共闘いたして名古屋城の入場券を払ったところからの案内をしておった約40分のツアーとなっている。しかしながらわしはかねとり思っておった。名古屋の町の南跡、そして名古屋城は巨大城郭、もともともっと広いわけじゃ。三の丸という場所、今は行政が立っておったり、南が勤めておる会社のあるものが立っている。そのあたりについて全く触れることがなかった。これは絶対にわしは触れるべきだと思うとった。できるだけ地元の者にも知ってほしい。ここがもともと名古屋城であった。なぜ外堀がもっと広いのか、ここはどういう場所であったのか、だから今こういう風になっておるんだ。なぜ栄が栄えているのか、そこには名古屋城との結びがあるということをぜひ知ってもらいたい。ということで、もうこれまでわしが10年間以上考えておったことが、こたびのこの皮切りの戦となっている。ゆえにわしが先導を切って、こたびはツアーの案内をするわけなんじゃが、わしとしてはタイの面々南田でこの名古屋の街歩きツアーを行えれば良いなと思っておる。それぞれの武将の視点、足柄の視点でまた話を聞きたいというものもたくさんおると思いますし、400年前の我々の話を聞くことができるのは全国広しというでも名古屋城だけ、名古屋おもてなし武将隊にしかできぬ戦ということで、歴史の語り部たる戦場をぜひ多くの者に刮目してもらいたいと思うておる。ゆえに三の丸、こたびは遠藤寺の西から攻めるが、東の方にもたくさんの歴史的な重要なものがたくさんあるゆえに、今後はそういったところも突き詰めていければ良いなと思っております。それも全てはこたびの第1回目の成功が鍵となっておる上に、満員御礼を目指してぜひ皆の衆拡散、そして南屋の参陣心より願っております。皆の応援が必要不可欠。この難しい状況であるけれども、南屋と相対したいなと思っておるし、わしの本気をぜひともこのツアーで再確認してもらいたいと思っておる。そしてツアーの合間では名古屋城に行って、ぜひ我らの演舞の方も楽しんでもらいたいと。このツアーの終着点は名古屋城でござるで、そのまま我々のタイの面々にも会うことができる一石二鳥の運びとなっておるで。では皆の衆、改め前田圭司480歳のこたびの歴史講演会、そして街歩きツアー成功を願って勝ち時を上げてまいりたい。拳を掲げよ、わしの戦が成功を願って勝ち時じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。では皆しも名古屋城でまた会えることを楽しみにしておるし、参陣待っておるぞ。また会おう。 YouTube おぬしチャンネル登録をいたせよ。